NHK は今日来年度後半から始めるインターネットによる番組配信のみの受信料をテレビの地上波の契約と同じ1100円にすると発表しましたこれは番組のネット配信の必須業務化に伴い今年度からの経営計画の修正案に盛り込まれたものですネット受信料は利用者がアプリをダウンロードし利用登録をした場合に生じ テレビの受信料を支払っている場合は追加負担なしで視聴できます。